ニュースが安倍首相にインタビューをしています。2018年9月2日の記事、首相インタビュー。米氏の真珠湾忘れぬ報道否定、全くの誤報だ。安倍晋三首相は1日の産経新聞とのインタビューで、6月の米朝首脳会談でトランプアメリカ大統領が真珠湾攻撃を忘れないぞと発言したとのアメリカ紙ワシントンポストの報道について、全くの誤報だと否定した。首相は、私は様々な機会にトランプさんといろいろな話をしているが、報道されているようなやり取りを大統領との間で行ったことは一切ないと語った。ワシントンポストは離間工作をしたかったんですね。報道はアメリカの対日貿易赤字を問題視するトランプ大統領か、牛肉や自動車の対日輸出を促進するような二国間貿易協定の交渉に応じるよう要求したとも伝えた。フェイクニュースってあるからね。トランプアメリカ大統領に対する負のイメージ、マイナスイメージをすり込む工作って凄まじいほど行われてるみたいですね。世の中には安倍さんが総理だと非常に都合の悪い方がいらっしゃるみたいで、8K なんかな。ちょっと私が嫌やなと思ってる人たちが石破を支持しているみたいです。ニフティニュース言っときましょう。自民党総裁選、安倍首相の対抗馬、石破茂の玉砕は必須で、反自民新党結成か。これは日刊大衆を参考に記事のまとめが書かれてあります。石破茂は参戦を狙う安倍晋三首相の対抗馬として出馬を表明して以来、現政権を批判。石破を支持する竹下派の会長代行の吉田裕美自民党参院幹事長も絶句しているよう。石破は総裁選後、青木幹雄の力を借り、反自民新党を結成するとの噂がもっぱらとか。9月2日の日刊大衆の記事から、で、ちょっと面白いところだけ。タイトルは、安倍晋三首相参戦で玉砕？石破茂、反自民新党結成シナリオ。石破茂はもう終わった。9月7日の自民党総裁選告示前から、永田町ではそんな話が飛び交っている。終わらせ終わらせ、いらんいらん。こんなんがさ、日本の顔ってありえないやで。ねえ、ご興味のある方は日刊大衆記事探してみてください。石破茂はもともと自民党にいて、一回裏切って出て行ってますので、論外なんですよ。で、赤いスカーフを任せていた政党、新進党の議員でもありましたから、こいつ、ちょっと赤い短い系かもしれん。ご親戚、母方にフリーメイソンがいて、だから持ち上げられてるんやろね。まあ、何しか、私は石破茂、気持ち悪い。石破茂を持ち上げる人たちが、ちょっと違う種類なのかなと思って、浮気もと思って見ています。